た、バックギアの取り扱いを、今説明なんでエンジン切ってる状態なんですけども、今、ニュートラル状態です。で、ここでクラッチ握ってもらって一速に押してもらいます。下ろした状態確認した上でこのレバーを回して後ろに下げます。回して下げる。そうすると、バックギアのギアが、今組み込んでいる状態です。で、バックする場合はここからニュートラルに入れてもらってクラッチをゆっくり、つなげるとバックしていきます。で、次は、エンジンをかけた状態で説明させていただきます。